ただいま。よいからちょっと。皆さん、こんばんは。アイマドンナアトリエ境界線、今日はアイガのコーナーでスタートします。それでは今日もさあ、というわけで今日はみんな、もうレジ袋はね、使わないようにエコバッグを持ち歩いてると思うけど、私はこのしなこさんのエコバッグ持ってます。今日はこれを持ってね、新宿世界堂に行ってきました。新宿世界堂といえば、ありとあらゆる画材がいろんなものが買える、世界堂なんだけど、今日は私が、どんなね、普段世界堂に行ってショッピングしてるかっていうのを、中身、カバンの中身なんだろうなをしたいと思います。まず見て、じゃん、今日の購入したロングレシート、こんなに長くなっちゃいました。なんでね、一体何買ったんだいって、こんな長いの何買ったんだいっていうなると思うんだけど、一個一個紹介していきます。さあ早速、開けてみます。まずね、これね、あの紙袋に入ってんだけど、これはいわゆる前もね、絵画で紹介しました、ホルベインのアクリル絵の具でございます。ちょっとない色をちょっと買い足してきました。ホルベインって言ったけど、今日はね、結構ターナーもあります。ターナーはね、割と色数が多くて、なんかホルベインに飽きた時にちょっとターナーの色とかも買ってみたりしてます。なんかすごいね、数が多いんだよね。あとね、最近チーリンのおすすめ以降よく買ってるんだけど、このアムステルダムっていうのも伸びがすごくいいん で、あとこれもすごい色数が多いの、なんでこれも今日買ってみました。あんまり普段使わない色とか、茶色とかね、ずっと使ってきなかったんだけど、まあ、ちょっと寒くなってきたし、茶色も使ってみようかなっていう、そういう感じで。あとね、これそのいつも使ってるホルベインのね、アクリルなんだけど、黒すぎる黒、白すぎる白っていうことで、白と黒にも結構いろいろあって、割となんていうのかな、セピアっぽい茶色っぽい黒だったりとか、ちょっとグレーっぽい墨っぽい黒だったりとか、黒にもいろんなバリエがあって、で白も割となんかこう塗り、色の塗った後にこう塗るとあんまり隠蔽力がない、結構透明度の強い白とかもあるし、チタニウムホワイトとか結構白、しっかり隠蔽される白とかもあるんだけど、なんかおそらくそれを超えるね、黒すぎる黒、白すぎる白っていうのがなんかあったから、興味あったんで買ってきてみました。じゃあ次はこの長細い紙袋は一体何入ってるのかな。はい、これはちょっと前アイガでも紹介しました、私の愛用しているインターロンという筆なんですが、結構ね、多めに買ってきました。っていうのもね、割と筆ね、消耗品というか、すぐ酷使して使い込んでしまって、書けなくなっちゃうんで、結構買うときはドバッとまとめに買うのがアイマ流で、このインターロンを使ってる前に使ってたのがホルベインのリセーブルっていうシリーズなんだけど、そう、ちょっと型番が変わっちゃって、今リニューアルして、ちょっと結構前だけど、そこから使ってなかったんだけど、また最近この特に細い筆とか使い始めたら、やっぱね、この毛のまとまりが良くてすごく使いやすいなと思ったんで、また今日もちょっと買ってきてみました。あと今バラバラって出ちゃった、これがね、アイガの初回に、紹介した、ただかっこいいっていうだけで使ってるステッドラーの鉛筆からなんだけど、そこからなんか新しいシリーズで、このね、よく見るとね、ブラシのマークがついてんだけど、要はこれで描いたところを水のつけたブラシでなぞると、ちょっと水彩画みたいな雰囲気になるんだって。なんでなんか面白そうと思って、ちょっとそれを買ってきてみた。あとね、このなんかもう質感、この鉛筆の質感からして結構マットなブラックでしょ、かっこいいよこれね。
マットブラックのステッドラーがあって何これかっこいいと思ってさ買ったんだけど、これがまさにこのインクあの芯自体がマットブラックらしいのよ。超ブラック超マットらしくて、これはなんか良さげと思って買ってきました。もうやっぱさすがステッドラーはさ、かっこいいことしてくれるよね。はい、じゃあ次、これはこれはちょっと足りなかったので練り消しは前、これもね本当にアイガで紹介してるものばっかりなんだけど、イケンの、練りゴムを買ってきました。はい、あとこれはペインティングナイフですね。ペインティングナイフもね結構ピンキリなんですよ、価格は。なんだけどあのちょっと結構いいやつと、まあ安く手に入るようなやつを買ってきました。ペインティングナイフはあの絵の具を混ぜたり、まあ、画面をこうやってつけるっていうのは私はあんまこう油絵とかやんないんでとか、あんまマチエールつけたりしないからあんま作るには使わないんだけど、こう絵の具を調合したりとかするときにもちろん使うし、まあ、あとねうちはウサギがいるんだけど、ウサギのうんこがこびりついたところもカカカってやったりとか、あと床の汚れとかも結構ココココって取ったりするのにもすごくいいんでおすすめです。はい、じゃあ次、これはあのさっきのステッドラーのマットブラックの鉛筆の缶に入ったのがなんかかっけえと思って、缶入りのもちょっと買ってきた、バラと缶入りを買ってきたっていうだけですね。これちょっと面白いんだけど、これ知ってます？なんか習字の練習するやつで、結構世界堂に前からねあってね気になってたの。なんか外国人観光客とかが結構よくやってんだけど、その場でさお試しで置いてあったんだけどさ、お水つけた筆なぞるだけでさ、こういう何墨汁で書いたような筆跡が残んのよ。要はだからこう習字の練習何回も同じやつで練習できるっていう紙で、ちょっとねやってみたいでしょ。お正月に向けてやってみたいと思います。面白そうなんで買ってきました。あとはこれはねまだおしゃれでしょ、単純にね。なんかまあ自分が使うわけじゃないけど、なんか今度プレゼント交換があるから、その時にプレゼント交換の時にこのスケッチブック入れてちょっとおしゃれてる私をね演出しようと思って、まあ、人のために買ってきました。あ、そんなところですね。あとね、世界堂に行くとこういうなんか絵の具とかあのメーカーさんのねパンフレットがあるのよ。絵の具とかこう、例えば私全然油絵の具わかんないから勉強したいなと思って、この画用液のねオイルのあのパンフレット、これすっごくねあの詳しく載ってます。筆の処理の仕方とか、あとそのメディウムの解説とかね、ほんとすごいしてあるいいパンフレットだなと思ってもらってきました。あとよく使うホールベインさんのあの最新のパンフレット、こういうの見ると新しく出た色とか新しく出た絵の具とかすごくわかるんで、あの使い方も含めこれ無料でもらえますので、ね、レジ横にあるのでぜひ興味ある方もらってみてください。だからすごいですよこれ。なんで何買ったかっていうのを上から言ってみるね。ホルベインのペインティングナイフ、ステッドラーの水彩鉛筆ってさっきやったね、あと、ステッドラーのモググラフブラック、モググラフブラックっていうあの、ね、マットブラックね、あとこのスケッチブックでしょ、あとインターロンの筆1,2,3,4,5,6,7 本買いました。で書道入門セット、これですね、水で描けるやつ。あとターナーの絵の具が1,2,3,4,5,5個ありました。でアムステルダムのアクリリックガッシュが1,2,3で、またホルベインのピンチングナイフのちょっといいやつも買いました。あとはイケンの練りゴム、あとホルベインのアクリル絵の具が1,2,3,4、総額ですね、計32点、総額合計なんと23,130円。うわーってなってるやつ、こんな買っちゃうんだよね。
私は。でもあんまり他のことにお金使わないんで、やっぱり画材っていうのはね、躊躇せずにね、買うときはガッと買う、これに尽きると思います。そんなわけで皆さん、今日は私が普段世界堂でどんなお買い物の仕方をしてるのかをちょっとご紹介してみました。ぜひエコバッグを持って、行くだけでも楽しんでね、ぜひ行ってみてください。それでは皆さん、良いお年を。さよなら。どうも、ハートくんです。それでは、買ってみた新商品試します。まずいつものステッドラで、これが筆でなんかぼかすと水彩みたいになるやつ。一見普通の鉛筆だね。で、これがなんか超マットブラック。あ、超マットブラックじゃん。すごいね。じゃあ水をつけてこの水彩みたいなのがやってみます。あ、超いいじゃん。このマットブラックもやってみようか。あ、ほら、にじまない。ってことはやっぱこの水彩のやつはこんな風ににじむんだ。間違えた。こんな感じです。はい、それでは水書道入門セットで書いてみます。筆の中にお水を入れてきました。いくよ。うわぁ、結構太めだけどね。うわぁ、すごい、魔法みたい。すごい、なかなか消えないしね。こんな感じです。2021